1999年8月11日の日食は、1999年8月11日に観測された日食である。食分は1.029。月の影は大西洋で最初に見え始め、正午前にはコーンウォール、デボン、フランス北部、ルクセンブルク、ドイツ南部、オーストリア、ハンガリー、セルビア北部を通過し、11時3分に、 ルーマニアの北緯45度で6分統計24度18分、北位45.1度統計24.3度、45.124.3の地点で、極大を迎えた。その後、ブルガリア、黒海、トルコ、イラン、パキスタン南部、インドを通過し、ベンガル湾で終わった。大陸ヨーロッパでは1990年7月22日、 イギリスでは1927年6月29日以来の回帰日食だった。フランスで観測された回帰日食観測された地球上の地域の移動を示すアニメーション人口過密地帯を通過したため人類史上最も多くの人に観測された回帰日食であることには疑いがないがヨーロッパ等ではあいにくの雨であった。しかしヨーロッパの多くのテレビ局で 大々的に報道された。また、ロシアの宇宙、ステーションミールからの映像も中継された。回帰日食を記念して作られた2000ルーマニアル打つ紙幣。ありがとうございます。